前田敏次から1900年6月14日は、加賀前田屋第15代当主。字は、水泳、合廃区法。当時加賀藩政師だった、前田義康の長男として生まれる。陽名は竹丸。明治2年に、父義康に代わって上落し、三代して、14位下左この江県少将建築前神に、女性られた。明治4年。 岩倉施設団の一員として、イギリスに留学した。1884年、受賛のために、石川県氏族を札幌県岩内郡に入植させた。1890年の貴族院設立に伴って、同院の公爵議員となり、資料館、蛇行館志向を歴任した。1891年10月に、小山神社で行われた、金沢城。 周築300年祭の祭典に出席している。1895年、石狩平野の西部に農場を作り、これが札幌市、前田の起こりとなった。1900年に42歳で死去。家督は、婿養子用紙となる、前田利成が継いだ。明治12年には、石川、富山両県の指定の学費を援助する、育英事業団体、下越農育英社の設立にあたり、 2000円を寄付した。ありがとうございます。